はい、どうもこんにちは。フィギュア大好き、と一貫です。今回もグッスマさん主催のワンホビーギャラリー2023スプリングのグッスマさん以外のブースを見ていきます。で、まずは僕の嫁である加藤めぐみでございます。で、これはファットカンパニーさんですね。ファットさんのサヤカノのスケールフィギュアは、かすみがおか先輩に続いての2体目で、しかもこのタイミングでの加藤ということで、逆に新鮮味を感じますね。で、この加藤はご覧の通りで、お座り系なんですが、下は白いこの絨毯のようなふかふかの台座仕様になっていて、で、面白いのが、背中にあるでかいクッション、で、これが本物というか、柔らかいのが PVC なのか、まあ多分 PVC だとは思うんですけど、こうやって見ると本物にしか見えないんですよね。中に綿が入っているような。で、誰かに電話をしているシーンなんですが、こんな格好をするんですね、加藤も。かなり胸元がセクシーなネグリジェになっているのかな、これは。で、見えそうで、見えない？まあ、これね、持ち上げれば、まあ、見えるんでしょうけれども、でもそれは買った人のお楽しみと、まあ、そういうことですね。で、スケールは7分の1なんですけど、そんなに小さい感じもしないですかね、このクッションとかがあるので。で、こちらは色もついているので、近いうちに予約開始になると思います。で、変わりまして、こちらがファットさんお得意のドルフロから、M4A1MOTS3 すいません、読み方は適当ですが、フィギュアの方はですね、かなりの僕好みになっています。ファトさんのドルフローはかっこいい系の方が僕には刺さっている感じですかね。で、髪の毛にはエクストのようなものが入っているんですが、全体的には暗いカラーで統一されてまして、本当にね、渋い感じですが、よく見るとかなり細かい造形になっています。このモッツ3がつくと、こんな感じのごつい感じになるんでしょうかね。で、意外と胸は大きめというか、グラマーなボディ。ニットのようなものを着ていて、で、その下にはホットパンツに、絶対領域からのニーソとロングブーツ。で、ブーツもアーマーみたいな感じ。まあ、ごつごつとしてますよね、全体的に見ても。で、手に持っているのが、これがおそらく M4A1 なんでしょうね。アサルトライフルでいいのかな。で、背中に背負っているのが、まあそれをね、入れるケースなんでしょうね。いやー、すげーな。でも、高そうですよね。あと、肝心の顔の方もいいですね。このちょっときつめの表情。おじさんね、この表情にグッときちゃいます。で、こちらも色がついているので、近いうちに予約開始になると思います。で、変わりましてこれがニューラルクラウドのフローレンス。ニューラルクラウドって何ってことでググりましたら、ドルフロの外伝的作品だそうです。だからまあドルフロですね。で、このフローレンス、めっちゃ体がフローレンスしてるんですよ。僕としては胸が小さいほどエッチく感じるんですけど、これ色がついてない原型だからこそ余計にそう見えるのかもしれませんね。あと顔もなんかこうメスガキ感みたいなのがありますよね。ありますよね。で、ポージングも軽くお尻をこう突き出してて、何気にエロいんですよ。言っちゃった。いや、でもこれいいですね。素晴らしいです。で、これなんて言うんでしたっけ？人が乗って動くやつに乗っていると。で、よく見るとショートブーツにニーソを履いています。これはね、期待大です。色付きを楽しみに待ちましょう。で、これは告知なんですが、アズレンも出すようで、クマのファンシーウェーブだそうです。これはあれですね、YouTube 的にはアウトのやつですね。で、変わりましてアニプレックスさんです。いいですね、人気コンテンツが盛りだくさんなんですが、まずは早坂愛のメイドバージョンなんですが、普段のメイド姿ではなくて、何ですかね、これはビキニスタイルですね。はい。こんなシーンもまああったんでしょうね。で、これ思いっきり監修中となっているので、もう少しこうブラッシュアップされていくんだと思います。まあだからといって胸の大きさが変わるわけではないんですけれども、なかなか大きさ的には良きではないでしょうか。あと全てが小さい布切れなんですが、みんなね、それにフリルがついているので、まあかろうじてメイドに見えますね。いやいや、そんなメイドいねえだろうと。でもあれですよね。かぐや様よりもフィギュアでは人気ありますよね、この早坂は。今後もいろいろと出てきそうですね。で、グッスマさんでは制服姿だったんですが、アニプレでは喫茶リコリコの制服ですね。
で、こっちの方が先に予約開始されているんですが、まだ予約はできるようです。ですが、こちらは完全受注生産になるので、迷っているなら早めに予約した方がいいですよ。で、こちらが元気な表情のちさと。いいですね。なんか豪快なかき氷を持っていて、ピースサイン。まあでもこの着物の衣装もいいですよね。可愛くて。たすき掛けをして帯もしているから、まあそれゆえに胸も強調されてますし、あとなんかその下のエプロンかな、まあ前掛けかが結構好きで、タキナも現在予約受付中になっています。で、僕が楽しみにしていたあの例のね、豪快なパフェは持っていなくてですね、代わりにペン、マジックかな、このピンクのやつを持っていて注文を伺いに行くっていうシーンでしょうか。で、この衣装の時は髪型がツインテールになるんですね、タキナは。これ可愛いですね。で、着物の青も結構新鮮、鮮やかな塗装。で、これはグスマさんのと両方揃えようと思ってる方はお財布が大変なことになりそうです。で、これがなんだってやつなんですけれども、後藤一人、あの、ぼちちゃんのデフォルメフィギュア、メンダコ&ツチノコだって。で、左がメンダコで、多分右がツチノコだと思うんですけれども。まあ、どっちがどっちだかわかんないですよね。これ、一緒にしか見えないんですけれども。いや、でもすごいですね、ぼちちゃん。今なら何でも売れますよね。で、変わりまして、ウィングさんです。イラストレーターの猫さんが手掛ける、ファルスランダーから、ランツェレーター。いやー、来ましたね。あの、例のかっこいいやつ。で、実際に見てきましたが、やっぱりね、かっこよかったです。もうね、めちゃくちゃかっこよかった。まあ、全身黒ずくめなんですけど、そこにピンク色の髪の毛が映えると。まあ、映えるというか、ここだけが色のワンポイントになっているんですよね。で、他は真っ黒なんですけど、よく見るとかなり細かい造形になっていて、で、ここら辺はウィングさんのクオリティも素晴らしいです。この黒い色もね、一色ではなくて場所によってこう微妙に違っていたり、光沢があったりなかったりで、あと細かい凹凸なんかもあるので見ていて飽きないと、まあそんな素晴らしい造形塗装になっています。で、これは完全受注生産だと思ったので、欲しい人は必ず受注期間中に予約をしましょう。価格は税込みの 26,950 円で、予約をするとこれは今年の10月に発送される予定です。で、ウィングさんはブラックロックシューターも出すそうで、で、これがインセンブラックロックシューター。まだ色のついていない原型での展示ですが、これもすごいですね。なんかこの手に持っている武器がバカでかいですね。まあでもこれが一つの特徴になってまして、ブラックロックシューターの。で、全身アーマーに包まれてて、こうエッジの効いたかっこいい造形になっています。なんかさっきのね、猫さんのやつと似てるような感じがしますかね。よく見るとお腹に傷があるのかな、これ。いやーでもね、これもお高くなりそうですね。で、代わってこちらが角川さんです。で、こちらが現在再販予約受付中のセイバーオルタの着物バージョン。これはオイランではないんですけど、オイランのような肌け方、結構大胆な着物の着付けになっていて、まあオルタらしい豪快なフィギュアになっています。で、あの、初版でね、人気があったので、今回の再販となったわけですね。で、こちらが現在予約受付中の、棒振りのメイプル、ブレイクコアバージョン。なんか、メイプルっていうと、黒いイメージがあるんですけど、これは反転して、真っ白。真っ白なドレスっぽいコスチュームに、中央で何かが弾けているような造形。まあ、これがブレイクコアっていう感じなんでしょうかね。で、こちらの価格が税込みの 21,780 円で、今年の12月に出荷される予定です。で、こちらがスパイ教室の原作版のモニカ。なんかね、同じ角川さんから、あの、同じようなものが出てましたよね。あの、後ろの台座というか、この背景のパネルみたいなやつが同じっぽいやつ。どうも、角川さんのスパイ教室はこのパターンで出していく感じでしょうか。で、全身黒ずくめの衣装に、下はミニスカート。なんかちょっとこう、女子高生っぽい感じもしますかね。で、こちらは近いうちに予約開始になると思います。で、こちらがくまくまベアのユナ。何でしたっけ？これがゲーム上のスキンみたいなものなんでしたっけ？で、相変わらずクマの着ぐるみ状態がまあ可愛いんですけれども、で、例のね、パペットみたいなこの手についてるものから何かオレンジ色のものが出てますね。なんかこれもクマっぽい炎みたいな感じ？もう本当に全身クマ尽くしですね。
で、これも近いうちに予約開始になると思います。で、こちらはまだ色のついていない原型での展示ですが、デートアライブの時咲くるみ女帝バージョン。いやー、また来ましたね、時咲くるみ。しかも今度は女帝です。まあ、女帝ってどういうことって感じなんですけれども、で、テレビがね、今度は5期に入るんですよね、アニメが。まあ、そこで出てくるんでしょうか、このくるみが。まあ、いつもよりもさらに偉そうになっている、そんな時咲くるみっていう感じでしょうかね。はい、ということですいません。今回はここまでといたします。で、今回のね、イベント情報はあと1回か2回あると思います。どうぞね、次もお楽しみにしてください。ではでは。